デイブ・ザ・ダイバー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、まあ、夕方になるまで時間があるんだけど、あ、これもしかし、ちょっと待ってね。もしかして、お、ギャオ進化あんまよくわからん。でもまあ、食わすか。注意することあんの？あ、夜とかは寝るからみたいな感じか。遊ぼう。え？やると思ってなかったから。全然見てなかった。でも、もう一回もう一回。おい。舐めやがって。え？これ成功しないと、あれなのか？これはわかる。ちゃんと見てればわかる。うん。そっか。そっか。化石だけ取って、さっさと上がるか。そんなに時間かけなくてもって感じだもんね。あ、普通のマグロがいる。持ってきてない。今回あれ持ってきてないんだよな。地道に殺すのはできるんだけど。やるかっていうとこなんだよな。イタカジキ。サメもいる。サメもいるのだるいな。2匹もいるがな。待て待て待て。ちょっと待って、前段しっかり当てたい。あ、くそ。ちょっと待って。ちょっと待って。待って。よし。こいつは持って帰ろう。で、はい、いった。はい、くそ。ちょまだいけるまだいけるまだいける。よしよし。はい、あ、まだいけるね。オッケー。あんな浅瀬にサメっているんだね。いるか。お、ショック森崎はありがたい。危な。上にウツボがいる。で、やばいのもいる。ショック森崎いけるか。無理か。はい。もう一匹ぐらいカジキが欲しいのと玉が欲しい。深さ的にはこんなもんにいるんだろうから、ちょっとこの辺をうろちょろしとくか。サンゴが言うようにサンゴ取っとこう。もういらない気がする。すごい、すごい音が鳴る。すごいなってる。そんななるのかな。ならないよな、多分な。空気がないんだもんな。空気がないのにピコピコなるわけがない。なってヒョッヒョッみたいな音でしょ多分。いるな。いるいるいる。よし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 。まだ引っ張れないか。弾がないんだもんな、今。よっしゃ。
へい。しびれーの切り身。しびれー。食べて大丈夫なのかな？痛い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 、殺す。でもな、弾ないんだよな、今。いや、弾ないの厳しいな。捕獲も無理だもんな、多分これ。帰ろうじゃあ。そんな長いしてもしゃあない。なんか考えあるみたいな話だったけど、さっき話してくれるって言ったアイデアって何ですか？そんなことなんだが、君がシーブルーの基地に潜入して、その機械のパーツを持ってくるのはどうだ？お前、すごいこと言うな。基地にですか？シーブルーの奴ら、真夜中に水中ドローンでこの一帯を探索してたんだ。そのドローンを追いかければ、奴らの基地にたどり着けに違いない。ものすごく危険そうですけど、安心しろ、姿を目立たなくする潜入服を用意してやろう。暗い夜なら気づかれやしないぜ。多分な。とにかく、今はまだそこまで暗くないからな。寿司屋の営業が終わったらまた会おう。しゃあないか。誰雇う？これと言ってって感じだな。とりあえず、牧場かな。広くした割になんか、あれか。もう植えられてから、広くしたからこうなってんのかな。いやー、これ昼間やったら別に大丈夫なのか。植えとこう。オッケー。で、あ、また呼んでる。ギャオ。あー、トイレだ。トイレ。俺、こういうの、苦手なんだよな。で、病気にもなっとる。今、打てねえし。オフしとこう。寝てるからね。いや、デジモンのやつとかやってたんだけどさ、全然うまく育てられなかったんだよね。あれ、結構な頻度で見てないとダメじゃない？ん？ワンパン。おはようございます。視聴者の皆さん、NDC リポーターのゆいです。今回はヴィンセント山岡先生をお招きし、新しい番組をお届けします。その名もチャレンジザシェフ。久しいな、ヴィンセント山岡である。今回チャンピオンとして挑戦を受けるのは、前シーズンでヴィンセント先生に認められた寿司職人の番長さん。チャンピオン。そして、こちらのワンパンさんが、今回挑戦者としてチャンピオンに挑みます。キャあ、キャハじゃないや。キャよろしくある。香港から来たワンパンある。いささか急な展開だな。それでは、お二人のご挨拶も済みました。したかな、挨拶。ルール説明に入らせていただきます。お二人は決まった日に同じテーマの料理を作り、ヴィンセント先生の評価を追うことになります。今回のテーマは、中華料理です。明らかに向こうが有利な気が。中華料理は長い歴史を経ながら様々な発展を遂げている。You know。多くの人々は肉や野菜を炒めるだけの単純な料理を連想するが、それが全てではない。君の千枚特許である魚を使って作ってみたまえ、素晴らしい中華料理を。バンジョさんは料理はうまいと聞いたおる。でも香港の味には勝てないある。おお、すでに激しい言葉の応酬が始まって、応酬はないよ。ぶつけられてるだけだよ。サンドバッグ状態だから。これは熱い勝負になりそうですよ。勝負は2日後、2人の料理人のぶつかり合いをこの場所からライブでお届けします。それではチャレンジャーシェフ、乞うご期待です。チャンネルはそのまま。班長さん、あんまり聞いてないもんな。ずっと包丁を拭いてるから。大丈夫ですか、班長さん。中華料理は専門外でしたよね。いい料理の本質は中華とって変わらない。中華料理の調理法で作ってみるでしょう。あの者たちが一番食べたことない魚料理を。普通の食材の方がいい気がしますけど、ありふれた料理ではあいつらに一泡吹かせることができん。わかりましたよ。まず拙者の言う食材を2日以内に仕入れてもらいたい。中華料理だろうと一向に構わん。青み、青みしま、小麦、オリーブオイル、あと卵を持ってきて。
卵だけ足りないか。そうだね。卵はでも、もう、用意できるっちゃできるからな。味スコアの最高値か。最高値は全然更新できてないのか。カジキはまだちょっとね。まあ、でも料理だけ、考案だけしとくか。で、スタッフを、雇う？こいつが、こいつがな。雇うだけ雇っとくか。こいつが一番強いのか、強くなるのか。まだいいな、じゃあ。まだいいっていうか、金がないな。稼ごう。とりあえず今回は稼ごう。で、どうしようかな。さらす順でいく。すごい数だ。なんだ？知らないやつだ。切れ味が良すぎる。そら怖いよな。ホラーじゃん。よし、して。さらす順。マカジキはなぁ。味スコア順で言うと、これが一番上なのか。価格順。価格順で行くか、もう。サラス順で、いっぱい来る前提で行くか。タツノオトシゴの料理はいかがなもんかと思います。美味しいのかな。50皿とかいけるんだけど、あれか、強化してないからか。ここまで強化しといて。安いなこの辺な。やっぱ価格でいくか。で、一皿とかしか出せないのはさすがにな。これを移動供給にしとく。マグロ系はもう出せるようにしとこうか。で、自動供給。黒うなぎ、いや、料理強化しよう。あ、間違えだけど、まあ、いっか。このでっけえイカも。もう出せなくなっちゃった。これ難しいな。これも強化強化。で、これを出す。で、自動供給。結構稼げるんじゃない？ナブカも。キハダの大トロ。オッケー。これをじゃあ出そう。で、自動供給。あと何が安いんだもんな、下の方な。シャレにならんぐらい安いな。いろん、あ、しびれも売れるようになってる。マカジキ売りたいな。でもな、今じゃないんだけどな。味スコア順だとこれが一番今んとこ高いのか。食材が全然足りん。サラス順で、
安いな。さすがに安すぎるよな。で、これ入れるか。お茶漬け。よし。これで、どうだろうな。ちょっと微妙な気はするけどな。人がブワーッと来てくれれば割とさば。お茶行きました。お茶向こう行ってくれてる。で、近くは対応する。お茶は対応してくれてる。で、よし。遠く行くわ。よし。はいはい。はい。で、やばいやばい。スロー。オッケー。で、洗おう。はいはいはい。はいはい。よしよし。提供スピード早いな。あ、ビール。ビールいきます。本当に、みんながいてくれてよかった。パーフェクト。スロー。片付けいるな。片付けいきます。もう来ないか。さすがにもう来ないか。よし。インテリア、なんか変えてもいいけどな。そんなでもないか。洗います、洗います。洗わないと終わらないでしょ。下がったな。あんま高い魚とか仕入れられてないもんな。ようやく後片付け終わりましたね。来たかデイブ。こんな暗いのに本当に何かがあるんですか。まあとにかくこの潜入服に着替えるんだ。このまま入るとすぐ見つかってしまうからな。潜入服？あんま変わんなくない？あ、気分はまるでスパイですね。あ、でもゴーグルが黄色から変わってんな。よく似合ってるじゃないか。ダークモセス層になって潜入できそうだ。メタルギア。シャドウモセス層か、あれ。それじゃあ、早速水の中に入ってみろ。ドローンが動き回ってるのがよーく見えるはずだ。バレないように注意して追いかけるんだ。きっとシーブルの連中の基地に入っていくはずだからな。もっと言わせたが武器を置いていってもらうぜ。え、武器を持たずに潜入しろって言うんですか？シーブルの警戒ドローンと基地セキュリティシステムはとても厳重だ。武器なんか持ち込んだりしたら、たちまち警報装置が鳴っちまう。ま、パーツを一つこっそり持ってくるだけだから、そう緊張しなくても緊張しなくてもいいぞ。睡眠もろくに取れずに飛んだ貧乏くじだよ。かわいそうだよな。だいぶ。あ、いる。あれがシーブルの警戒ドローンか。ひとまず慎重に後を追ってみよう。割と、おー、止まる。森も持ってねえ、今。森もなしか。きついな。魚がどんだけ来ても。ナイフもないもんな。あの集団の魚襲ってきたら終わるんだけど。サメもいるんですけど。え？上行っちゃダメなのか。どの位置にいればいいんだこれ。だからあいつの前に立つのが多分ダメなんだよな。そんな気はするけど。やばいやばい。いった。難しい。一旦区切ろうか、ここで。
それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。